マレーヒヨケザルは、東南アジアに生息する、獅子の間の皮膜を使って滑空する、哺乳類の一種である。ムササビなどに似るが、ムササビの属する、ネズミ目ではなく、ヒヨケザル目ヒヨケザル科に分類される。インドシナ半島、マレー半島、スマトラ島、ジャワ島、ボルネオ島などに生息。体長3 3 4 2トル、翼海長6 5 7 5トル。 頭部は体に比して小さく、分担はマリー。目が大きく視覚が発達しているが、耳回は小さい。摂氏は日よけざる特有の櫛状の形態になっている。体毛は短く、全体的に灰色がかった茶色である。背中はかあるいは灰色がかっており、明るい灰色のブチがある者も,もいる。これは、彼らの生活の場である木の絵においては、 地類に覆われた気氷に似た配色となり、保護色として機能すると推定される。被膜は首と獅子、尾の間に貼られ、タコ型となる。海岸沿いから標高100メートルほどの山地にかけての森林に樹上で群れを作って暮らす。夜行性あるいは白明白暴性であり、夕暮れから夜明けにおいて活発に活動する。植生は植物食。 串状の摂取で蜜や樹液などを腰取って食べる。妊娠期間は約60日。1回に1頭の幼獣を産む。学名はサイナセファーラスベリアギアタスであるが、ゲイリアアプタース族とされることもある。マレーヒヨケザルはジャワ島、ボルネオ島、マレー半島の3集団に大別されるが、遺伝子解析の結果を脳の別種と言っても良いほどに。 遺伝的に隔離していることが判明している。ありがとうございます。